これはとある地方駅のタクシー乗り場付近に設置された監視カメラの映像である。駅を利用するさまざまな人々が映し出されたこの何気ない映像に不気味なものが映り込んでいるというのだが、お分かりいただけただろうか。帰宅する者たちが行き交う夜の駅、するとタクシー乗り場にやってくるサラリーマンとおぼしき男性の背後に明らかに不自然な女性とおぼしき姿が現れるのだが、この男性に取り付く霊の姿を捉えてしまったのだろうか。